女子の78キロを超えるクラス、日本の新谷みどりが中国の孫福明と、山口さん、初戦がいきなり準決勝ということになりました。そうですね、人数は少ないんですけれども、レベル的には非常に高い大会になったと思いますね。先の団体対抗のワールドカップでは非常にいい仕事をしたと吉村ヘッドコーチからも褒められていた新谷。その新谷が左組、相手の中国の孫福明は裏投げの大技を見せまして、台湾の李行光に一試合勝ってこの試合に臨んでいます。山口さん、孫福明といえば96年のアトランタオリンピックの9 72キロを超えるクラスのチャンピオンでもあったわけですが。そうですね、今中国では円華選手という第一人者がいるんですけれども、この選手の前に活躍していた選手で、円華選手が出てきて力を落としたかなという時期があったんですけれども、またですね、アテネオリンピックを目指して、円華選手に次ぐ選手として頑張っている選手ですね。ご覧のように喧嘩四つ、左で組みたい新谷、そして身長でも上回る右で組みたい孫福明。女子の試合時間が5分になったということも含めて、山口さん、この試合のポイントはどうでしょうか。そうですね、見ていただいて分かるようにですね、孫選手は非常に体が大きいですね。で、前に相手を引き倒すように引きずり回すような感じで攻めてくる選手なんです。それを新谷選手がですね、どううまくさばくかというところがポイントになると思います。まず主審が両者に指導を示そうとしたんですが、副審から取り消しの合図が、孫選手には指導で、新谷選手には指導じゃないんじゃないかというような副審のジェスチャーだったように思います。さあどうなりますか。主審は首をかしげているんですが、新谷への指導が取り消されましたね。国際大会の場合はですね、お互いに技をかけていなくてもどちらが組む姿勢を見せているかということで、反則がいくことが非常に多いですね。僅差のポイントですけれども、まず新谷がリードの形になりました。おっと、お互いに足払いを出します。いいですね、新谷選手、動きが相手の動きよく見えてますし、先ほど言ったように相手は持ったら前に引きずろうというようなところを見せるんですけれども、距離を取ってうまくさばいていると思います。新谷は追い込んでいくような小外掛けが得意です。特に相手がよく出てくるケースにはこれに合わせるのが得意です。そうですね、その5の線の柔道だけではなくて、線の線、自分から攻める柔道も身につけたいと日頃話しています新谷みどり。去年のミュンヘンの世界選手権で、おっと、これも合わせていきます。そうですね、こういったところ非常にうまいです。去年の世界選手権で銀メダル、決勝で敗れた悔しさの涙もありました。日陰コーチからも大きな声が飛んでいます。筑波大学の女子の監督である山口さんにとっても日頃からですね、筑波大4年生の新谷もその成長ぶりを見ていると思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、特にシドニーオリンピック代表の座にこう絡みながら、その代表を逃したということがですね、彼女を大きく成長させたと思いますね。その後やはり力はあるんですけども、さらに上を目指そうという気持ちがですね、練習でもとても強く出ている選手です。しっかりと持ちたい新谷です。いいですね、持ちました。ところに入っていきます。左足も動く。ここで止まらない方がいいですね。試合が始まってから1分半が経過しました。長身の孫が帯を持っています、はい、そうですね、これ帯を長く持ってますので反則が来てもいいと思うんですけれどもね。ちょっと審判持って即座に技を出さないままの状態が続きますと、はい、反則の当然対象です。やはり大きい選手であった場合はですね、ああいう追い込まれた状態でなるべく止まらない方がいいですね。先ほども先に新谷が釣り手の方を持ったんですが、技が出ないところで、長身の孫に上から持たれました、はい、ここで足を使いたいところです。この距離はやや孫の距離になっています。巻き込むような形から寝技に来ますと、やはり体格があります孫福明です。去年の暮れの福岡国際では孫の方が、ベテランの孫がこの新谷に勝ちました。一本勝ちでした、そのお返しもしたい今日の新谷。そうですね、小外ですね。うまく合わせました、小外、技ありです。はい、今いいところ入りました。孫がわずかに動こうとしたところに見事に合わせた形です。そうですね、相手がですね、新谷を捕まえようと前に出たところをうまく後ろに入りましたね。この小外刈りは新谷選手の本当得意技の一つです。かけて引きつけて、しかも体を預けるようにしてうまくポイントにつなげていきます。技ありを取りました。これは一つポイント上は大きなリードになりました。そうですね、
でこれでですね相手はもう出てこざるを得ないんですね、技ありを取られてますから。そうするとまたさらに新谷選手 の足技が効いてくると思います。今年に入ってから新谷はフランス国際での去年に続いての連覇もありました。国際舞台での評価も安定してきました。おっと、こういうところを気をつけなくちゃいけないですよ。大外巻き込みのような形で孫福明体を投げ出してきました。過去の対戦の実績両者の間にありますし、それから今日の新谷の合わせてくるような技ありの小外、孫はそのあたりをもちろん警戒します。そして孫の方には取られた技ありの分を取り返さなくてはいけないという意識も出てきます。ここも左足が小外気味に新谷に絡んでいます。奥を持たれた状態から内股に来た、どうだ、あと1本ですね。新谷に敗れました。膝がですねちょっと変な風に投げられた時になったような気がしますね。大丈夫ですかね。右の膝を、はい、もともと痛めていたのは左の方だったんですが、内股をこらえた時にですね、ちょっと嫌な形で膝が残りましたね。山口さん、有利に試合を進めながらベテランのソニーに対して、試合の厳しさだと思いますけれども、そうですね、技ありを取った時点でですね少し新谷選手がやはりこう気持ち的にですね引くというか、そういったところがちょっと見られて、孫選手はもう行かなきゃいけないということで組手が少し後手後手に回りましたね。それでああいうチャンスを作ってしまったような気がしますが、ちょっと膝が心配ですね。かなりなんでもここですね。右がぐっと折れて、3位決定戦のチャンスはあるんですけれども、足がですね残った形で、そうですね、両者自分と相手の体重を共にもらうような形になってしまいました、はい。